どうも、ソシです。今日は2020年8月8日土曜日です。今日のレッスンは助詞パーティクルでのレビューです。今まで助詞パーティクルでを4つ勉強しました。まだ前のレッスンを見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをぜひ見てみてください。それではまずストラクチャーと意味をチェックしましょう。どうぞ。私は明日自転車で学校へ行きます。私はうちで朝ごはんを食べます。私は箸でごはんを食べます。これは日本語で何ですか？まずは一つ目。私は明日自転車で学校へ行きます。一つ目のでは乗り物のでです。バスで会社へ行きます。飛行機で日本へ行きます。それから歩いて公園へ行きます。いいですか？歩いてでじゃありませんよ。歩いて公園へ行きます。次に二つ目、私はうちで朝ごはんを食べます。二つ目のでは場所のでです。学校で勉強します。会社で働きます。それから三つ目、私は箸でご飯を食べます。三つ目のでは道具のでです。カメラで写真を撮ります。パソコンで E メールを送ります。最後に四つ目。これは日本語で何ですか？四つ目のでは言葉のでです。これは日本語で何ですか？サンキューは日本語で何ですか？それでは会話の練習です。今晩お寿司を食べませんか？ええ、いいですね。食べましょう。なんで行きますか？車で行きます。わかりました。じゃあ、7時にソフィアさんの家で会いましょう。ありがとうございます。じゃあ、お寿司を食べましょう。私は手でお寿司を食べます。ソフィアさんは何でお寿司を食べますか？
私は箸で食べます。ジャックさん、それは日本語で何ですか？醤油です。醤油ですか？すみません、醤油ください。どうぞ。いかがでしたか？今日のレッスンは以上です。今日のレッスンは助詞パーティクルでのレビューでした。皆さん、助詞ので大丈夫ですね。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。